アレクサンダー・マクドウェル・マクックは、アメリカ陸軍の職業軍人であり、南北戦争では、北軍の将軍だった。マクックは、オハイオ州、コロンビアーナ軍で生まれた。その家系は著名な軍人一家であり、父ダニエルとマクックの兄弟7人、さらにいとこの5人は、戦争に出た。ザ・ファイティング・マクックとも呼ばれ、オハイオ州デートンのマクック基地は一族にちなんで、名付けられた。 兄のロバート・エル・マクック、弟たちのダニエル・マクック・ジュニアや、エドウィン・エス・マクックはすべて北軍の将軍であり、いとこのアンソン・ジー・マクックや、エドワード・エム・マクックも同様だった。マクックは1852年に陸軍士官学校を卒業し、1853年から1857年は、ニューメキシコ州でアパッチ族やユト族と戦った。 また1858年から1861年は陸軍主管学校で不評戦術の補助教官を務めた。南北戦争の開始時点の1861年4月でマクックは第一オハイオ不評連隊の大佐になった。第一次ブルランの戦いに参戦し、1861年の冬はゲンタッキー州で一個旅団を指揮し、 1862年初期には、テネシー州とミシシッピ州で一個師団を指揮し、同年10月には、第一軍団指揮官として、ペリービルの戦いに参戦したが、この戦いではその軍団がほとんど崩壊寸前まで行った。同年11月と12月は、テネシー州ナッシュビルで指揮を取り、ストーンズリバーの戦いに参戦して、再びその軍団は崩壊した。1863年夏、 しかま、うがの戦いにつながる、方面作戦で再びその軍団を引き、これで三度目かつ最後となる軍団の崩壊を経験した。その後、軍法会議にかけられたが、有罪とはならなかった。戦争の残り期間、前線で実戦に携わる機会はなかった。マクックは1861年9月に志願兵の、順勝に、また1862年7月志願兵の少将に、 昇進した。ナッシュビルの占領によって、正規軍の名誉中佐に、シャイローの戦いで名誉大佐に、さらにペリービルの戦いで名誉順将に昇進した。1865年3月、戦争中の功績で名誉少将となった。同年2月から5月は、東アーカンソー区軍を率いた。マクックは1865年10月に、四岸兵住軍を辞任し、 1867年3月に第26不評連隊の中佐に任官された。1874年まではテキサス州で大半は守備隊任務に就いた。1875年から1880年、アメリカ陸軍総司令官、ウィリアム・シャーマンの副官を務めた。1886年から1890年、カンザス州レブンはストリデの指揮官となり、 そこで不評と騎兵を教えた。マックは1890年に殉承、1894年に少将となり、1895年に除退した。1898年から1899年に、米西戦争の間の管理として、アメリカ合衆国陸軍省の調査の任務に就いた。マックは、オハイオ州デートンで死に、 シンシナティのスプリンググラブ墓地に埋葬されている。ネブラスカ州マクックの街は彼の栄誉を称えて名付けられた。ありがとうございます。